さあということでフォールアウト4の方をね続きからやっていきたいと思います。この格好を見ればね今回何をするかっていうのがねわかると思うんですが、今回はこちらグローイングシーでねバージルを見つけるという感じなのでこういう格好をしております。はい。で今まで着てたやつどうしたって、まあそんなの気にする人はいないと思うんですけど、一応ねこの中で保護してあります。保護っていうか、まあいつも着てるもんなんでね、このベッド下のスーツケースっていうか、スーツケースにね入れておけばいいんじゃないかなっていう感じでこう置いております。で家の中って大してね何か変わったっていうわけではないんですが、なんかレザーロードレザーがねなんかバグって下の段に来ちゃってたりとか、なんかここにねもういっぱいありすぎて置けなくなったムーンモンキーがいたりとか、そういう些細な変更はあるんですが、基本的なところはあまり変わっておりません。でだ、今回ね、あとこっちにも乗っていこうと思いまして、このスーツを着てるっていう時点で、多分ラッドはそんなに問題ないと思うんですけど、こいつをね、着ていきたいと思います。一応ね、仮設初号機ということで、F モデルになったら、普通の初号機、1号機っていう感じになる、なってくると思うんですけど。で、3号機までが、これ、ほぼ実用に耐えうるかな、みたいな感じのモデルになって、こっちからはまだ全然、これはね、もう使うかどうかわかんないですけど、クソ雑魚なんで。ということで、そういうのはどうでもいいんですが、どうでもよくないか。でね、これ一応ターゲッティングシステムみたいなやつとか入れてあって、生物をねハイライトしてくれるっていう、なんか敵を見つけやすいシステムみたいなのがあったので、それをね採用しております。じゃあフュージョンコアを入れて、よし、起動。こんなさパック背負ったまま乗れるの？そういうのはあんまり考えない方向でいきますか。ちょっと飛び出してるしね。さて、ということで、準備はできましたね。あ、生物じゃないのもなんか赤くハイライトされてる。つうかさ、タローマルはいけるのお前。大丈夫か？よし、じゃあグローイングシーに向かいたいんですが、グローイングシーはどこだろう？ここか。スクラップ場のすぐ隣か。で、なんか、多分ここら辺だろうね。ここら辺一帯がちょっとヤバめの土地と。で、こっから外は作戦区域外。じゃあスクラップ場に移動してこう移動しましょうか。さあ、ということでスクラップ場に着きましたね。スクラップ場に着いて、今はグローイングシーの方面に向かって歩いているところです。言わなくてもわかると思いますけど。で、多分これで本当に、ラッドはほぼゼロ。食らわない感じでいけるとは思うんですが、問題はタローマルだよね。入って大丈夫なのかな？よし、じゃあグローイングシーまでやってきましたね。多分ここでしょ。もうここだよね。なんかすごい、ベルチバードが飛んでるけど。うるさいな。それはいいんですが。グローイング C は、ここか。なんだろう、ここで爆発が起きたんだろうね。輝きの海の橋。序盤でね、爆発が起きたと思うんですけど、やっぱラッドは食らわないね。大丈夫だ。序盤で爆発が起きたと思うんですが、おそらく、ここが爆心地だったっていう感じなんでしょうか。タローマル強いな。なかなかだぞ、それ。こんなところに入ったら多分一瞬で死ぬだろうに、そんなこともなく。多分パイパーとか、ちょっと待って。あのさ、そういう感じになってるか。そうか、そうか。とりあえずもらっておきますよ。びっくりした。敵かと思った。とりあえず、肉片からね、手に入り、
手に入れられるものは入れていくんですけど、あーでもこう、トモ、おお、ラッドスコルピオンハンター、うん、オッケーオッケー。まあとてつもなくね弱いってわけでもないんですが、まあ弱くて助かりましたね。あー、スティンパックとかいろいろ持ってる。いや、ありがてえな。ここで、共食いしてくれたのはありがたい。おそらくですけど、ここでね、共食いして最後に残ったのがさっきのラッドスコルピオンハンターだったっていう感じなんでしょうか。だからこんなにね、簡単に倒せたと。嵐も来てるね。まあでもあまり関係ないですけどね、今の私には。とりあえずソードシステムは出したままでいこう。こことか入って大丈夫？あー、なんか本当にいろいろ、なんか死にすぎじゃない？何をしてるのこの人たちは。おー、まあ仲間割れでね、頭数がなんだ、セイヨウトネリコの花、はあ、見たことないものなんで一応持って帰りますか。セイヨウトネリコの花ね。うん、まあいいけど。で、方面的にはこっちか。うわ、嵐だと全然わかんねえな、これ。よし、セーブ入った。オッケー。すごい、もう、水も緑だし、緑じゃねえや、黄色だし。気持ち悪いね。お、これは、レッドウィドウブラック、ブラッドバグ。なんだなんだそれ、やめてくれ。ちょっとなんか地味に食らうし、貫通してんのか。ちょっと待ってくれ、結構食らうぞこれ。待って待って待って、ご飯食べよう、ご飯食べよう。嘘でしょっていうレベルで食らってるわ。やっぱ中に来てきたやつがダメだったのかな。でもこれね、中に来てきたやつ関係ないレベルですごい強い防御力を持ってるアーマーだとは思うんだけども、それでもダメか。クソ、これブラッドバグ。ああ、なるほど、そうかそうか、あの変な毒みたいなので、毒みたいなので減るから。ちょっと待って、スペクターで行こう。なんか感染してるブラッドバグもいるし、あー、ご飯持ってくるの忘れてる。しょうがない。これで、これで我慢してもらおう。ちょっと、これ、うざっ！ブラッドバグ強すぎでしょ。ちょっと待って、これはね、どうしようどうしよう。どうしようっていうか、まあ、倒さないといけないんですけど。やばいでしょこれ。何がどうなってこうなってんの。ちょっと一体も倒せないけど、やっと一体倒したけど、ちょっと待って、ちょっと太郎丸もうちょっと頑張って。よし、二体目。くそ、こいつら。よし、危ねえ、危な。こんな強い。ちょっとソードシステムの連射力じゃどうにもならなかったですね。嘘でしょ。ここのブラッドバグ強すぎ。ご飯も持ってこなかったっていうね、大失態ですけど。あそこにもまだいるんだよな。あ、当たった当たった。ソードシステムは、まあ、遠距離だとね、若干当てづらいってのはあるんだよな。弾速がね、その実弾系よりね、ちょっと遅いので。なんか避けようと思ったら避けられるレベルなのかな？待って、なんかデスクローンもいるよ。デスクローンもいるね。何ここ？しかもラッド食らってるし。なんだよこれ。
準備万端かと思ったけど、全然、全然でしたね。で、なんかこっちの方に工場とかあんのか？ちょっとマップ見てみるけど。このね、グローイングシーの中に、なんかいろいろあるみたいだね。ここら辺もなんかちょっと見ていきたい気はするけど。太郎丸気をつけろよ。あー、やっぱ、あー、なにこれ。絶対デスクロノスとかそういうレベルのもんでしょ。洞窟って。洞窟ってなんだよ。いや、見りゃわかるわ、みたいな。まあ、それはいいや。とりあえずセーブしよう。さて、洞窟へはまた次回来るとして。うん、問題はね、こっちの方に行かないといけないっていうことなんですけど、ほんと建物が結構あるな。で、マップで見る感じだと、つか、ラッド食らってないこれ。ラッドは食らってない。マップで見る感じだと、完全にね、端の端っていうか何あれ。わ、ちょっと。今度は、ブロートフライか。なんかさ、名前がさ、上位互換みたいな感じの名前になってて、ちょっと、ちょっとお察しなんですけど、これでいけるか。ちょっと待って、その遠距離攻撃マジやめろ。ブロートフライの肉。あー、でもさっきのよりかはまだありがたいっつうか、まだ、強さ的にありだけど。よし、ブロートフライの肉。これはね、焼けばある程度美味しい。まあもう今では回復力は美味しくないのかもしれないけど。よし、お、爆発した。燃えてる。こいつも殺して、ああ、オッケーオッケー。うん、分泌腺ももらって、ああ、で本当に端の端まで行かないといけないので、結構ね、長旅になるというか。うん、まあ途中途中のこのファストトラベルの目的地っていうか、できるようにしておくと、まあ、またね、今度来るときに楽になったりするんじゃないかなとは思いますけど。ここら辺に、なんか、あれがあるみたい。工場が。その奥のビルはまた今度でいいか。倒壊した工場。あー、なるほどね。ちょっと脳みそキノコだけもらっていこう。で、ああ、いや、すごいね。完全にグラウンドゼロだね、これ。あ、こっから、入れると。まあ、なにこれ。え、大丈夫？うわー、ちょっと！ソードシステム、ソードシステム。痛い。その後ろ、おー、ちょっとゾンビまで来てる。ゾンビじゃないけど。これは逃げた方が良さげかもしれないな。多分あそこで争ってくれるはずだから。うわ、ラッドめっちゃ食らった。これはダメだな。入っちゃダメなやつだ。ちょっと待って。戦わないのお前ら。俺を狙いに来ちゃう？うわー、めちゃくちゃ奥だ。ていうか、どうやって来たんだ、あの人。探しに来てる、その、博士みたいなの無理でしょ、これ。いける？いけるレベルなの？ここはね、相当やばい汚染みたいですね。着てる服でも、もう全然、全然ダメなレベルで食らうっていう。ラッドほぼ10ぐらい食らってたもんね、さっき。しかもなんか、行く目的地がまた汚染マークみたいな感じになってるけど、大丈夫なのか、これ。いやー、大変だ。で、さらにその先にも工場がある。工場が多いな、この辺り。工場地帯だったのかな？まあ、産業地帯だったっていう、そんな感じなのかな？結構主要な産業地帯だったから、あ、俺と同じ家の形のなんかある。俺の家と同じモデルなんだけど。ま、俺はね、これに2階をつけたんですけど、アトムクレーター？何それ？しかもアトムクレーターじゃないっぽいけど。ん？目的地はこれアトムクレーターか。ああ、そうだね。でもその前にちょっと奥の、
あの工場もき、ちょっと待って待って、なんかいる、なんかいる。シスターベレーナ。え、何、どういう人たちなの。ここにいる人たちはどういう人たちなの。外に出て生活してるけど、グールなの、グールなのかな。あー、工場ちょっと遠いな。ちょっと一回セーブして。よし、ということで、セーブも終わりまして。多分ここだね。ここがその問題の土地。来たかった場所。まあ、来たくて来たわけじゃないけど。あ、これ盗む判定になってる。あ、じゃあここに住んでるこいつら敵じゃなくてあれか。ちょっと赤くてよくわかんねえ。あ？あ、何言ってんだこいつ。なんか怪しい宗教の人たちじゃないのこれ。世界はアトムの栄光を再び見るだろう。なんでこんなとこで平気な顔して暮らしてんの。おかしくない？おかしくない？グールっていう感じでもないな。ちょっとなんかスーツ的によくわかんない感じになってるけど。本当に？あれか、メガトンに行ったさ、3の時のあの一番最初にあった街のメガトンにあったさ、あの不発弾を、おう、彼の目により分離。いやまあちょっと待って、お前らのこのなんかよくわからん家をちょっと探索させろよ。怖いわ。この人たち怖いわ。何、嘘でしょ。なんでこんなところで暮らしてんの。メガトンの人たちの方がまだマシだった雰囲気が出ちゃうよこれ。彼らもね、あのメガトンっていう街に落ちてた大きな不発弾が、あの原子爆弾のね不発弾があったんですけど、それをね、あの御神体として崇めてるちょっとイカれた人たちだったんですけど、さすがにねこんなこんな汚染が半端ないところで過ごすようなねクレイジーさはなかったですね。聖なる地？聖なる地？アトム、どうなってる？本当だよ。アトムはこの世界に手を伸ばして触れ、その光をもたらす。それは彼の約束として今日まで続いている。分離を通した無限の世界だ。はあ、バージルを探してんだ。バージルという名前の人を探している。バージル？ああ、知っているわ。知ってるんだ。え？知ってるだけで終わったんだけど話が。これちょっと赤くなっちゃうからどうしよう。一回脱ごうかな。ああ、でもなんか嫌だな。この人たちのところで脱いで置いておきたくはないわ。話がある。話って？バージル、バージル。バージルという名前の人を探している。おう、そうだよそうだよ。彼に会ったか？うん。彼なら知っている。彼に何をしてほしいの？情報が必要なんですよ。ただ彼から情報が必要なだけだ。わかったわ。お、成功した。実を言うと、このバージルが問題になっているの。彼の存在がアトムへの侮辱だと感じる者がいるのよ。何それ？彼は時々交換に来るけど、その他ではほとんど接触をしない。彼は放っておいてほしいと思っているのが明らかだからよ。クレーターの南西、洞窟の中に。え、洞窟？え？もし私なら注意して近づくわ。客人を迎えたくないように見えるからよ。あ、じゃあここにいるわけじゃないんだ。ちょっと中入らせてもらうよ。改めさせてもらいますね。うん、あ、ヘアピンちょっと欲しいけど、盗んでなんかコラーってなると嫌だから。あ、いいものあった。そう、怖っ。この表紙子供泣くな。グールに与えるダメージが 5% 増加。やった。これ旅客機のシートだな。あー、でもアトム教会みたいなのは別になんかでかいわけでもないし、ご神体を飾ってあるっていうそういうわけでもないのか。こっちの方とかは、うん、普通に、まあね、そんな汚染される光のお恵みなんて全然いらないし。何これは、殉教者かなんかなの。怖い怖い。ここでなんかここの家は崩れてるし、狂気に満ち溢れてんな。で洞窟にどうやら行くと。先ほど見つ、え、
あ、そう。あ、そういうね。わかりました。ちょっと、ちょっとツボだったな。嘘。作戦区域外出るの？マジか。さらにその先にね、あるっていう、そういうことなんでしょうか。それとも、もしかしたらさっき見つけたあの洞窟から、こう、うまいこといけるのかな。うん、でも洞窟がうんぬんって言ってたから、多分洞窟の中からその、奥に進んで、いや、待て待て待て、なんかいけちゃうぞ。なんかいけちゃうな。なんかいけちゃってるな、これ。うわー、マジ？嘘。あんまり行けてほしくなかったんだけどな。あの手前にあったあの洞窟が洞窟であってほしかったんだけどな。絶対なんかいるでしょ、こっち。大丈夫、太郎丸。体調にね、何か変化があったらね、もう言ってくださいよ。あなたを失うわけにはいかないから。ていうかさ、思ったんだけど、相当食らってない？これ、ラッド。やばいよね。やばいレベルで食らってるよね。ちょっとラッドアウェイしとくか。ラッドアウェイして、飯をね、全然持ってこなかったっていうね、ふぬけ具合。スティームパック打っておくか。よし、これで多分大丈夫。いや、まあ、スティームパック打たなくてもよかったかっていう気はしちゃうけど。老朽化したね、工場と。うわ、ここも入りたーくないな。なんかありそうだけどね。そっか。グローイングシーカー。これいいの？作戦区域外出ちゃってるけど平気なのこれ。何のための作戦区域だよ。まあいいけどさ。やべえな、ここ。もっと強いアーマーか武器がないと、やすやすとそう簡単に入っていい場所では、ないね、これは。え？なんかいる。一回セーブするか。やばいのいるけど。やばいのいるね、これ。輝き。これスーツ、持つかな？てか、あいつ倒さないとダメだからな。うん。てか、すげえ弾を消費してんな。もう先発切るぞ、これ。そっか。さて。戦闘開始します。なんだあれ、寝てんのかな？でもさ、これで近づいてさ、起きてガシャ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 やられたら、それはそれでうざいよな。やべ。ちょっとこれはスペクターの方がいいな。ちょっとまだ見つかってない。ありがたい、ありがたい。デスクローイン見つかった。でもスペクター強いからね、これ。言っちゃうとソードシステムよりスペクターの方がマジ強いから。死ね。よし、オッケー。パークのね、パークのその上昇っていうのもあるんですけど、まあ基本的にそのスペクターはね、能力がもともと高いので、まあ普通に強いと。キノコ生えてる。グローイングキノコ。メス。ああ、デスクローのメスかと思ったらメスね。さて、この上か。あ、待って、ああ。いやー、タローマルとか、なんか適正、生物じゃないものをもう赤くするのはちょっとやめてほしかったな、これ。もうすべて赤いからなんかもうビクビクしながら生きていくしかないわ。え、そちらには進めませんって。こっちか。なんだ、進めないって。もう進んじゃいけないっぽいところに進んできちゃってる雰囲気は。あ、ここか。ああ、ロッキー洞窟ね。なんだそれ。じゃあ入りましょう。エンター。バージルの研究所って書いてあったの。さあ、ということで、バージルの研究所に入ったんですが、ああ、こっからはなんか、食らわないのかな？待って、なんかさ、罠がいっぱい置いたんだけど。え、これもしかして、そうか、なるほどね、オッケーです。
うん、まあ、あ、つうか倒してよかったのかな。あれ倒さなくても大丈夫。あー大丈夫か。これ赤くなってるからわかんねえんだよな。なんかさ、ロボットいるよ。壊しちゃった。申し訳ないけど、本当に申し訳ないんだけど、壊しちゃったわ。あ、これは盗む判定になってる。じゃあこれ武器いらないね。大丈夫ね。いきなりなんか敵だって。あ、なるほど。ただの人間じゃねえからここにいるのか。あー、なるほど。はい。シュッ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 ジャンプ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 。おう、ケロッグ死んだよ。大丈夫だよ。そうはいかないぞ。こっちもバカじゃない。誰かが送り込まれるのは分かってた。ほう、落ち着け落ち着け。ケロッグは死んだ。死んだ。これは死んだ。そう、俺が殺したからね。俺が殺したんだよ。本当だよ。奴は死んだ。信じようと信じまいと。信じるのは難しいな。ケロックは残虐だった。インスティチュートが長年汚れ仕事に使ってきたのには理由がある。彼が送り込まれるのは分かっていた。その準備もしようとした。だが未だにうまくいったのか自信がない。そうなのか。君が彼を殺したとね。それなら君の望みは何なんだ。なぜ去ったを聞いてみようか。なんか一番難しそうだし。なぜ去ったんだ。なぜインスティチュートを出る必要があった。そこから逃げ出したのは知っている。逃亡したのは。お、成功した。うん。だがどうして。いや、どうでもいい、うん、戻る気はない。戻れないんだ。私を見ろ。そもそもなぜスーパーミュータントになっちゃったからってことか。インスティチュートの、あ、情報が必要です。そちらが持っている情報をすべて知りたい。インスティチュートの内部へ入るための情報を。失礼。なんだって。あ、失敗したの。インスティチュートの中に入りたい。正気なのか。まず不可能だという話は別にして、たとえ成功したとしてもほぼ確実に秒殺されるぞ。一体どんな理由でそんなリスクを取ろうとするんだ。息子がね息子がね、息子を見つけたいんだ。インスティチュートに誘拐された。そう、それは全くわからない。え本当にそっちに続くか。インスティチュートは過去に連邦から人を連れてきたことがあった。息子さんがその一人ならあそこに入りたいというのも理解できる。手伝えるが、代わりに欲しいものがある。まあ俺の命とかパワースーツとかパワーハマーとか、なんか無理なことを言ってこないんであれば手伝おう。手伝ってくれればこちらも手伝おう。分かった。手伝うなら、ほう、やってもらいたいことがある。あそこを出る羽目になる前、私はこの突然変異を逆行させる血清の研究をしていた。ああ、その資料が欲しいのか。正常に戻れるかもしれない。わかるか。だからあそこに入れたら、私のオフィスでそれを見つけてここに持ってきてもらいたい。君を助ける見返りとして。そうだと思う。わかった。詳しい話をしよう。大事なことから話そう。人造人間がインスティチュートを出入りする方法は知っているか。テレポーターだよね。ワープしてたはず。ああ、彼らは一種のテレポーターを使っている。これはこれは、それを知る者は多くはない。かなり厳重に守られた秘密だ。しっかり調査したようだな。一般的に分子転送装置と呼ばれている。その裏にある科学の全てを理解してはいないが、とにかくうまくいく。ある場所で非物質化し、別の場所で再物質化する。馬鹿げて聞こえるだろうが、それが現実だ。インスティチュートを出入りする唯一の方法が中継局だ。わかるか。唯一の方法なんだ。つまりそれを使うしかないってことだ。さて、インスティチュートの交差を見たことは。
多分記憶の中でしかないな。多分あのスーツを着た、ショーンを連れてったあの男のことだと思うな。何度かあるっていうことにしようか。記憶でも見たしね。何度かある。嘘もつくな。2回以上見ていたら今ここに立っていられるはずがない。コーさんはインスティチュートの人造人間で一つの目的だけに作られている。ハンターなのさ。作戦が失敗する、人造人間が行方不明になる、そんな時コーサーが放たれる。連中は非常に腕が立つが、君はその相手をせねばならない。はあ、まあさあ行こう。行こう。どこへ向かえばいい。まあ君のその熱意は何かを動かすかもな。どのコーサーにも特別な機器がついていて、それがインスティチュートの中継局へ直接つながる。頭にチップが埋め込まれている。君にはそのチップが必要だ。だがそれを手に入れるにはコーサーを見つけないと。今どこで見つけられるのか正確な場所はわからない。私を追いかけるためには送り込まなかったし、ここで待っていることが良い考えとも思えない。一匹を倒す必要があるだろう。開始地点は教えられるし、見つけるためのヒントもあげられるが、汚れ仕事をやらなければならないよ。いや、まあ汚れ仕事っていうか、もうぶち殺しまくってるからね。オッケー。わかった。仕事にかかろう。ああ、コーサーの最初の潜入地点は CIT の廃墟で、インスティチュートの真上になる。だからまずはそこを目指すんだ。さて、中継局は周辺の電磁スペクトルにかなりひどく干渉する。そのピップボーイに無線機能はついてるよな。廃墟に着いたら周波数を最低にして耳を澄ませるんだ。干渉するのが聞こえるだろう。信号に従えばコーサーのところに連れて行ってくれる。その後は殺されないようにするだけだ。嘘をつく気はない。勝ち目は低いだが、もしもやってのけたら結成について話したことを忘れないでくれ。どうしても必要なんだ。心から探し物が見つかるよう願っているよ。うん、なるほど、いい人だったな。うん、いやいや、ここら辺で何の研究をしてるんでしょうかね。そこは気になるけど、まあスーパーミュータントになっちゃったのはちょっと、そうか。まあ、ここにいる理由としては、そうだけど、ちょっとかわいそうだな。あ、これ調べても大丈夫なの？調べよう。あ、ぬかコーラ。あ、しかもこれは盗む判定になってる。そうか。そうか。中身は置いてけよって、そういうことか。まあ、いいでしょう。ボックスだけもらえればね。まあ、なんとかなるでしょう。あ、本もある。本はもらってっていいのか。テスラサイエンス。素晴らしい。エナジーウェポンが与えるクリティカルダメージが 5% 上昇。コーサーのチップが見つかりますよ。ありがとう。必要になるから。うん。じゃあ、どうしようかな。うん。じゃあ、そうだな。今回は、一応ここら辺で終わりにしておきたいと思います。で、次回は、これだね。ハンターハンテッド。まあだから、コーサー、このハンターをこっちが逆に借り取るっていう意味でハンテッドなんでしょうね。ハンターを、ハンター狩りか。かっこいいな。ハンター狩りか。で、あと、これね、シャドウ・オブ・スティールっていうやつがあって、で、パラディン・ダンスっていうね、人が、まあある警察署で立てこもってグールと戦ってたんですけど、彼のね、信用を勝ち得ることができて、で、彼ね、BOS の人だったんですけど、空を飛んできた、BOS のね、セッペリンっていうのかな。で、名前がプリドゥエンっていうらしいんですけど、そこにね、乗ってなんか、報告をしに行かないといけなくて、なんか、手伝ってくれた君もぜひ一緒にっていう話だったんですけど、まあね、これもちょっと、ベルチバードに乗るっていうのはなかなかないことだと思うので、これもやっていきたい。なので、
次回はハンターハンテッドをクリアして、でその後にまあ行けるようであれば、行けるようであればっていうか、まあできたらこのベルチバードに乗ってね、シャドウオブスティールをやってみたいかなとは思っております。でここら辺はね、基本的になんかそんないつもと変わり映えしないっていうか、最初の方にやった探し物とか、その敵をひたすら倒してクリアにするとか、そういうレベルの話なので、まあここら辺はまあ逆にね、もうやっていかなくてもいいでしょみたいな、動画の中でやる必要もないでしょっていう感じなので、そうだね、これとシャドウオブスティールとハンターハンテッドを次回ぐらいはやっていきたいかなと思っております。ということで、ちょっと話がね最後長くなっちゃったんですけど、ここら辺で終わりにしておきたいと思います。ということで、続きはまた次回。それじゃまたな。